はい、こんにちは。札幌占い美容師佐山橋の後藤です。薄毛 AGA 治療の闇について話したいと思います。植毛っていうとですね、ちょっと金額がすごく高くて、実際の頭皮に髪の毛をこう縫い付けていくみたいな、まあ、そんなようなイメージですね、簡単に言うと。で、増毛っていうとどういうことかっていうと、1本の毛に4本とか、まあ、多くて6本、あと8本ぐらいつける場合もあるんですけど、そういう感じにここに結んでいきます、髪の毛に。 AGA の治療薬とか飲む治療薬とかあるんですけど、実際に髪の毛は生えると思いますが、ただやめてしまうとまた抜け毛が出てきてしまうということがありますね。飲んでるうちは、飲み始めの時に少しその AGA 治療薬を飲み始めの時に、人それぞれなんですが、一時的に抜けたりとかで、抜けてからまた新しく生え変わってきたり、するみたいなんですけれども、まあ、僕が結構おすすめとしてはですね、一度増毛しながら、まず増毛して髪の毛を増やしてストレスをなくして、で一緒に AGA の治療をしていった方が効率はいいんではないかなというふうに思っております。でちなみにですけど、僕今増毛をやってるんですが、増毛を導入するときに、実際に僕はそんなに実際薄くはないんですけども、僕個人として偵察に行きました。会社名はちょっと挙げれませんが、皆さんが多分知っているね、よく聞く、実際にモニターで行きまして、そこで、増毛を僕やった時は、その時は200本かな、200ぐらいつけたかな、はい。それが格安でつけれるってことでちょっと行ってきたんですけれども、実際にちょっと美容師っていうことを伏せてちょっと行ってみました。今はちょっと現状変わってたら申し訳ないんですけれども、まあ、何年も前の話になってくるので、実際にその増毛ですね、そちらの方だと僕らがやってる美容室のやつって1回やった分いくらみたいな感じなんですよ。1回、そのつけてそれに対しての料金をいただくんですけれども、僕が行ったその皆さんが知ってる CM とかされてるところですね、そこは、まあ、皆さんすごい高いってイメージがね多分あると思うんですけど、じゃあなぜ高いのかという時は、当時の感じで言うとスナックみたいなもんなんですよ。でスナックみたいなものって何かっていうと、スナックでボトルキープしますよね。そのような感じで自分に合ったエクステ自体をストックするんですよね。例えば何十万でボンってこう、例えば20万なら20万で買うわけですよ。でそこから使っていくわけですね。でまたなくなってきたら、なくなってきたんで、どうですかっていうことでまたまとめて買うと、こういうようなやり方なんですね、その当時は。でそれに対する、まあ、ケア剤だったりとかも、まあ、多分必要ですし、僕はその1回しか行ってないんでちょっとわからないんですけれども、メンテナンスのカットだったりとか、あとはそうですね、まあなくなったらまたちょっと常に足していってという形で、結構やっぱ年間で考えるとちょっとね、大体どのくらいか分かんないですけど、40、50万ぐらい多分かかるんじゃないかなと。まあ僕が説明された感じはそんな感じでした。まあ僕ら美容室がやってる増毛っていうのは、まあ同じようなものなんですね、実は。で同じようなもので、また結構低価格でですね、僕らもできるようになって、で1回いくらみたいな感じで、で人によってはですよ、1回つけて気が済む方もいらっしゃいますし、まあ、何度もね、2ヶ月に1回ぐらいこうちょっとつけてくれる方もいらっしゃるんですけれども、1回きりっていうのがやっぱいいですよね、はい。そこでまあ1回つけてみてお試しとしてできると、そんなすごい高額ではないので、そこで1回つけて、雰囲気を見て、まあ、ストレスもちょっと1回なくして、まあ、プラス AGA 治療薬の治療をしていくっていうのは結構いいかなと思います。で例えば AGA 治療薬の場合だと、確実に、まあ、生えてくるということはまあ言えないんですけれども、体毛がね、人によってはこの手のこういう甲のところの毛が濃くなったりとか、頭だけに作用すればいいんですけど、例えば他のね、鼻毛だったりとか他の部分の毛がな伸びたりとかですね、体毛がちょっと濃くなったりとか、そういうことがちょっとあるんですね。なんでまあそういうのがちょっと隣り合わせでやっていかないと
ダメだというのがちょっと AGA の治療薬なんですけれども、やはりそれをやってもですね、まあ、これは実際に働いてた方に以前聞いたことがあるんですね。実際にで美容師の仲間で実際に過去に働いてた方がいてですね、ちょっと聞いてみたんですけれど、入るかどうかがちょっと確実じゃないので、そこでやはりまあビジネスですからアプローチしないとダメなわけですね。まあそのお客さんにこういろいろものを勧めたりとかですね、増毛しちゃえばある程度こう雰囲気が変わるんでそれでいいんですけど、場合によってはですね、そこで聞いたのが増毛とかはしたくないと、実際自分の毛じゃないので、解決策になっていないと、だから自分の髪の毛で伸ばしていきたいと、そういう方もたまにいらっしゃるんですね。そういう場合がですね、なかなか結果出るまで時間がかかるのと、場合によっては1年間やっても結果が出ないとか、そういう方もいらっしゃいます。まあね、これ実際に現場で働いた人の話ですよ。はい、そういう方の場合はね、一番その働いてる人としても結構大変みたいなんですね。メンタル的にまたすごくいいお客さんがたくさん来るらしいんですよ。優しいお客さんだったりとか、いい人だったりとかで、そういう人にこの確実に結果が出るかわからないものをこう進め続けないものなんですね。それでどうしてもちょっとメンタル的に、続かなくてで離職してしまうっていう方は結構多々いるらしくてですね。でやっぱりその僕としてはですけど、やっぱり増毛してみてお客さんがやっぱその場で変わるので、結構その自信につながったりとか、もともとのね、ずっとその薄毛を気にしてる方にとっては雰囲気変わるっていうことは自信につながって、で、まあ、そこでね、それがきっかけとして、まあ、その AGA の治療をちょっとやっていく、で日本の柱でこうちょっとやっていくっていうのが結構いいのかなっていう感じで、僕の個人的な意見です、これはあくまでも。はい、結局でも増毛自体は増毛したから毛が入るわけじゃないので、あくまでごまかすだけなんですよね。だからそこはちょっと人それぞれね、あると思うんですけど、でそこで増毛の種類とかがちょっと、まあうちも一番最初はループ、一番最初はこう根元方にシューッとこう下ろせるタイプ、伸びるじゃないですか、毛が伸びたらこう下ろすわけですよ、下にこういうふうにね、結び目をちょっとまた下にもう一個結び目をつけて、要はどういうことかっていうと、髪の毛があったらこの輪っこがこう動くわけですよ。でぼっちを結んでぼっちを作ったらそれ以上いかないと、でまた下に下げてまた結んでっていう感じなんで、結構結び目がどん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 ってたくさんできるわけですね。で意外とですね、下に戻すときにもともとの弱い毛なんで抜けちゃうこともあるんですよ。なんで僕はちょっとね、最初あとこのループがこの結び目から抜けちゃったりとか、どうしてもそのシャンプーとかでね、そういうことも結構多々あったので、僕はやめて縛るタイプにしちゃいました。確実にこう縛るタイプ、ただ縛るタイプのデメリットとしてはやっぱりこの縛ったところがどんどん上に上がってきますよね。髪の毛の成長とともに縛ったところがこうだとしたら、このままどんどんこう上がっていくわけですよ。そうすると距離感ができますよね。そうするとなんか上の方でパサッとこういきなり4本とか6本とか結んでるんで、パンってこう開くわけですよ。で本数が6本とか8本とかつけると早いんですけど、どうしてもそのぼっちが大きくなっちゃうんですね、デメリットとしては。なので、このループ型の方が、実際ループ型を6本とか8本とかつけた場合に縛らないので、その6本とか8本分ぐらいのダマになるんですね、こう縛った時の。だけどこう縛るタイプだとプラス自分の地毛プラス縛りますんで、結構このダマが大きくなるんですよ。なんで4本とかだと結構自然なんですけど、どうしても6本8本つけちゃうと結構ここが太くなって、結構ぼっちが見えやすくなったりとかします。でじゃあその縛ったタイプのやつはどうすればいいのかっていうと、やっぱ切っていくしかないんですよね、もう縛ったと取れないんで。でまたつけるみたいな。ただこうループさせて抜っ張って抜けちゃう場合もあるんで、ループさせてね、こう戻すタイプの方ですよ。なんでその戻すタイプで抜けちゃうんだったら、どんどん増やした方がいいんじゃないかと。で結局ループで戻しても本数が増えないので、プラスつけないと。なんであんまりつけた感がお客さんがなかったりとかしちゃうので、まあ、僕はもう追加どんどんつけていく方が
自分の性に合ってるというか、あのいろいろやってみた結果抜けづらいですし、はい、それでもやっぱりその毛周期っていうのがあって、つけた毛が抜けちゃうと一緒に抜けちゃうんですよね。で最初自分もやって思ったのが、やっぱりお風呂入った時に毛周期で抜けちゃうじゃないですか、縛った毛のところが。でそうすると1本に4本くくりつけてるんで、一気に5本ぐらいのドンって束が抜けるんですね。でそれ結構ビビっちゃって、結構それで勘違いされやすいのが、増毛したから抜けたっていう風に思っちゃう方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、それはね、抜けちゃうのはしょうがないんですよね。増毛したから抜けてるっていう、まあ、例えば増毛の毛がねすごい重くて長かったりしたら、その重さで抜けちゃうかもしれないですけど、基本的に上に乗っかってくるので、つけたから、まあ、ブラッシングで思いっきり溶かしちゃうと引っかかって、こう場合によってはですよ、あの抜ける原因になるかもしれないですけど、基本的に上に乗っかるので、それをつけたから抜けるってことはあんまないんですよね。ただあのやられた方としては、増毛したから抜けてしまったみたいな誤解もあるんですよ。どうしてもそのつけた部位がね、あのこれは絶対抜けない毛だっていうところで選べないので、わからないですよ。そこまではつける方側としては、でついたところが、つけたところがやっぱお風呂にこう何個も溜まってたらちょっと不安になりますよね、はい、それでやめちゃう方もまあいらっしゃるんですけど、雰囲気本当に変わるんで、上から見た時が全然違うんですよね。例えばじゃあ200本つけたらどうなのか、200本ってすごい量多く感じません？これ知らない方からしてみたら200本ってすごい多い感じしますよね。で200本じゃどれぐらいできるのかっていうと、200本でつむじのあたりちょっとしかできないんですよ。で僕つける時は1000本ぐらいつけちゃうんですけど、まあ1000本うん、多い時は1000本かな。でそうじゃない時は400から600ぐらいとかつけるかなと思います。600本とかって言うんですけど、600個つけてるんじゃなくて、例えばそれが4個で1個のループになってるんで、それを1本の毛束にピュッとつけると、それでまあ4本ってわけ、4本っていうカウントになるわけなんですね。50ループかな、そうですね、50本に対して4本のつけてると200本ですね、はい、という計算になります。で200って意外と少ないんですよ。そんな変わんないです。結構この辺がトップが薄い方とかだと200だと全然ダメですね。結構本当一部分しか隠せないので、やっぱり500本ぐらいつけないとあのちょっと分かる感じにはならないんですけれども、まあ、それをこう随時また取れたらつけていくみたいな感じです。でその周期でですね、毛周期のタイミングでは結構抜けちゃったりとか、次のご来店まで抜けちゃったりすることもあるんですよね。だそれはちょっと状況に応じてなんですけれども、料金的に不安があったりとか、お試しでやりたいんだったら、まあ、お試しっていうね、コーナーその CM がされてる、皆さんが知ってるようなところもお試しっていうのがあるんですけど、行くとやっぱりかなりアプローチされるんですね。なんで美容室の場合ってそんなアプローチじゃないんで、あの美容室でまず気軽にやってみてですよ、気に入ればですね継続していただければいいですし、そういう選択もできるんで美容室の場合は。なんで結構ね、今美容室でもやってるので、そういう感じで気軽にやってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。増毛って言いますけれども、まあなんかエクステみたいな感覚で僕はちょっとやってます。例えば女性の場合でしたら、あの産後のですね、顔周り産後に抜けちゃったりするんですね、前髪のところが。で産後で前髪が抜けたところに立つ方もいらっしゃるぐらいなんで、あのあと例えばですけど、まああんまりないですけど、あのカラーの増毛のエクステとかだと、それをメッシュみたいに使ったりとかもできます、はい、例えば赤とか、あとまあ白っぽい色だったりとか、そういうのもこのエクステとして、あの増毛としてこう根元からクーッとこうメッシュみたくもできます。だそういう使い方もまだしてる方もいらっしゃるんで、あの薄毛に対応してっていうわけではなくてですね、まあ、今エクステだとね、シールエクステとかいろいろあると思うんですけど、まあ、確実に自然ではあるので、まあ、ちょっと時間かかっちゃいますけど、まあ、増毛で、増毛エクステの方であのメッシュみたいな感じにしてもいいかなと思います、はい。まあ、そういうね、いろいろこうバリエーションがいろいろあるので、美容室の方でやるのは結構おすすめかなと思います、うん、AGA 治療薬もね、あの病院の方でね治療するとやっぱ結構なお金かかるわけですよ。なのでまずどうですかね、皆さん、あのやっぱり長期で見て、まあ、自分の毛で生えた方がまあいいと思うんですけど、うん、まずはちょっと増やしてみて、まあ、解決策にはなってないかもしれないですけど、それでまず自信を持って、自分のコンプレックスを少しでも早めに
なくして、じゃあその後ね、あの自分 の, あの資金とですね、うまく相談をしながらいろいろやっていくのはいいかなというふうに思っております。でちなみにですけど、それは働いてる方に聞いた話ですが、本当か分かんないですよ。実際その AGA 治療して増毛して、で増毛もね、やっぱり毛がないとつけれないわけですよ。それでもやっぱり進行していく方もいらっしゃるんで、 AGA 治療して、それこそ増毛して、まあ、いろいろこう、塗り物を塗ったりとかして、それでもやっぱり結果出ない方っていらっしゃるんですね。で毛がないとつけれなくなるんですよ、増毛が。そうすると今度カツラの販売になるんですよ。で今度は抜けてきたら、今度最終的には何をするかっていうと、カツラを高額で売るという感じの流れになってるようです。まあ、美容室の場合はあんまりそのカツラ売るっていうのはないと思うんですけど、まあ、基本的に僕もカツラ売ってなくてですね、基本的に増毛のエクステを進めてるだけなんですよね。はい、女性の方もやっぱりやられる方もいらっしゃるので、結構今はポピュラーなんで、皆さん結構やろうとしてる方がなんか恥ずかしいとか、なんかちょっと後ろめたい気持ちがあるかもしれないんですよ。結構今はファッション感覚でこうつけてる方もいらっしゃるので、そんなに敷居は高くないかなというふうに思っております。はい、まあそのようなね感じで、増毛をね、楽しんでみてもいいんじゃないかなって僕は思ってますね。はい、まあ、今回の内容は全く本当の話ではなく、嘘の内容になりますので、皆さん信用しないでください。はい、信じるか信じないかはあなた次第です。チャンネル登録していただきますと、限定の動画が今皆さんが見れている動画と同じぐらいの量が今限定動画で公開できていない状態です。それをね、期間限定でちょっと公開したりとかしようかなと思ってますので、もしよろしければチャンネル登録して、通知オンなどしていただくといいかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。